それでは最初に5月13日月曜日一面、森林経営管理法が施行の記事からです。手入れが行き届いていない私有林を市町村が集めて管理できるようにする森林経営管理法が4月に施行されました。荒れた森林を集約し管理を林業経営者に委託する仕組みで、森林の所有者と林業経営者を仲介する市町の役割は大きいと言えます。新制度では管理ができない所有者から市町が委託を受け、間伐などの森林整備を進めることになります。しかし市町には林業の専門職がおらず、専門知識も人材も不足。それを補おうと県は4月に三重森林経営管理支援センターを設立。県森林協会に運営を委託し、森林管理のアドバイザーを配置します。4月に本格開校した三重森林林業アカデミーでも市町職員向けの講座を全11回実施する予定です。市町が苦慮するのは森林所有者への対応。津市林業振興室の担当者は、所有者との管理計画策定や制度の説明には専門知識が必要になる。所有者が林業に詳しいとは限らないので、職員は全くわからない人にも説明できるようにしなければならないと語ります。県には引き続き人材が不足する市町へのフォローが求められます。記事にも一部ありますが、三重県は3分の2を森林が占めており、うち約9割が民有林とされているそうです。その8割が手入れ不足とされているようですね。未手入れ地帯の何が危険かというふうに言うと、土砂災害による被害、これはね大きい部分があると思うんです。今後の南海トラフ巨大地震の危険性を考えますと、これは喫緊の課題になるのではないでしょうか。三重県と市町村の連携が課題解決につながるように感じています。